どうも、高井です。男女の買い物、意思の押し付け、崩壊の原因。現在交際中のカップル、もしくは既に結婚している夫婦にそれぞれ言えることですけど、買い物をしている時に、なんで私の考えを理解してくれないのって少なからず思ってるんです。この本はそういった疑問を解消してくれます。内容をこちらにまとめましたので、これから読み上げていきます。25分から30分ほどはかかってしまうと思いますので、根気よくご視聴ください。女性と男性では求めているストーリーが違う。人の感じは論理的な説明だけでほとんど動きませんが、物語の主人公に心が揺さぶられ触発されることはよくあります。さっぱり興味を持ってもらえない場合によく使われる販売の手法一つがストーリーです。事実、ストーリーを使えば物語の中で商品やサービスの効果効能を技術的に体験してもらうことも、その物語から得られる教訓をごく自然に受け入れてもらうこともできます。ストーリーにはその人が信じている前提を変えるパワーがあるのです。女性は英雄などなりたくない。売るための文章ではより感情を動かしやすいアピールの方法一つとして以前からストーリーを使い続けています。ところがこれまで解説されてきたストーリーは男性が主人公のヒーローの物語を扱うばかり。ヒーローが名誉や財宝を勝ち取る物語に女性の感情は揺さぶられない。女性が主人公の物語の典型はプリンセスストーリー。男性が主人公の物語では平凡だった主人公が自分の使命を自覚し、同じ志を持つ仲間と共に試練を振り抜けて成長していきます。勇敢な戦士として怪物と戦い、古い秩序や価値観を壊して新しい秩序を打ち立て世界を救うのです。凱旋を果たした英雄は多くの人々に称賛され、名誉や財宝を手に入れます。ゴールドとなるお城ではご褒美として美しい姫が待っているのが典型的な、この展開は桃太郎の鬼退治にもスターウォーズにも当てはまる普遍的な流れといいます。一方、女性が主人公の物語では今いる場所に漠然とした違和感を感じている主人公が何かのきっかけで自分が何者であるかに気づき始めるところからスタートします。冒険や戦いを迫られたとしても、それは過去の暮らしを捨て自分が本来当然いるべきだと感じる新しい世界で生きるまでの個人的な旅に過ぎません。他人からの評価は必要ありません。自分らしさを取り戻し自己重要することこそが究極の目的なのです。これまでの自分の在り方に違和感を感じ、自分らしい生き方を探し始める内面の冒険が目に見える形になって現れるのがプリンセスストーリーなのです。男性と女性それぞれの物語の最も大きな違いは、何かを成し遂げて自分以外の人から評価される必要があるかどうかにあるといいます。男性が主人公の冒険のゴールが富や名誉、権威であるのに対し、女性が主人公が旅しながら得ているのは自分自身の完全性です。彼女たちの目的は本来の自分らしさを取り戻すことにあります。早い話が、男性はモテたいから試練に耐え、女性は自己満足を求めて新しい世界に旅立つわけですから、男性に対しては客観的な評価を得られることを追求し、女性に対しては自己満足の方向性に追求していく方がより売れる可能性は高くなります。女性は本気で自分をプリンセスだと信じている。男性は現実を正しく反映した自分を認識しているに対して、多くの女性たちは今の自分は仮の姿だと感じています。目の前に存在している現実を直視せず、本来の自分はもっと素敵なはずなのに、今の状況は何かが間違っていると思っているのです。例えて言うのは、シンデレラがお城の舞踏会に行けず家で一人掃除している時の感覚と同じです。シンデレラは私は本来お城にいて当然なのに何かがおかしいと嘆いているのであって、今の惨めな現実をかみしめ、いつか自力でお城に行くために研鑽を積もうなどと考えたりはしません。なぜならお城にいる自分こそがリアルだと感じ、今の惨めな姿こそフィクションだと無意識的に考えている以上、お城にいる自分は苦労して勝ち取るものではないからです。女性たちは悩む必要がない。女性たちが男性とは異なる現状認識を持っているならば、当然何を語れば欲しいと感じるかもかは違ってくることになります。物語の前提の設定が全く変わってくるからです。この感覚は今この瞬間にあなた自身が呪いでガマガエルの姿に変えられてしまった状況を考えてみると少し分かりやすくなるかもしれません。何の前触れもなく外見が大きく変わって二足歩行ができなくなったとしても、あなたの自己認識が変えるではなく、今はこんな姿でも私は人間だと思っているはずです。誰かがあなたのことをガマガエルだと言って嘲笑うと関係ありません。これは仮の姿に過ぎないのです。呪いが解ければまた一瞬で元の人間の姿に戻り、全ては解決するのですから、
我慢外である現実を直視させようと悩みを掘り下げて脅されても全くいびきません。幻にすれば今の状況で些細な問題にいちいち悩む必要などないのです。呪いにかかるのが一瞬の出来事だったら、呪いが解けるのも瞬時に起こるはず。何かのきっかけさえあれば簡単に元の完璧な世界に戻ることができると思うのは極めて自然なことです。今ある全ての問題は本来の自分を取り戻したりすれば一瞬で消え去ってしまうはずの幻です。つまり女性には悩んでいるはずだという前提が通用しません。醜い姿なんて見たくない。本来の自分はこんな姿ではない。何かがおかしい、間違っている。強烈な欠乏感を持ち続け、常に現状を否定しながら生活しているなら、無意識的に今の自分の姿を直視しようとしないのも当然なことでしょう。多くの女性はこういう悩みがありますよね。こういうところに困ってませんかというアプローチを嫌います。自分が悩んでいるということを認めてしまえば、他の仮の姿であったはずの現実を受け入れなくてはならなくなるのですから、反射的にノーと答えたくなるのも当然です。つまり女性たちの大前提は、私は悩んでいない、困っていないなのです。正しい現実を映さない歪んだ鏡、女性たちが毎日見ている鏡には男性が見ているものとは違うリアルが映し出されることになります。女性たちの目には客観的な事実が映っているのではありません。女性たちが主観的に真実と感じている内容、つまり本来の自分を映し出された歪んだ鏡を見ている状態なんです。自分が抱える問題にうすうす気づいてはいるが、女性たちは常に違和感を感じながら現実感がない現実社会を生きていますが、実は自分の抱えている問題を全く意識していないわけではありません。歪んだ鏡を見ているときにうすうす気づいていても、どうしても真正面から認めたくない事情があるだけです。例えて言うなら、勉強の仕方で悩んでいるでしょと決めつけられると、話した時に悩んでないと即答する反抗期の子供のようなもの。もっとできるはずだし、やろうとは思ってるけど、さっぱり浮きが起こらなくてイライラ。そんな状況で他の人に真正面からあれこれ言われるとカチンとくるという状況に近いかもしれません。けれど反抗期の子供でも時と場合によって反応変わりますよね。親に言えたら聞けない内容も、尊敬する先輩に言えたら素直に受け入れられるかもしれませんし、違うタイミングに別の言葉で話しかけられたら、すんなり納得する可能性だってあります。本人もずっと気になっているのですから、アプローチの仕方次第、どうすれば女性たちの気になっていることをぐさぐさ言うなんて失礼じゃない、余計なお世話よ、なんであなた今いなきゃいけないわけと、感情的な反発を食い止め、よりスムーズにいい関係を築けるかを考えること、それが重要なのです。客観的な真実を突きつけても意味はない。ほとんどの太めの女性たちは自分が太っているとは思っていません。鏡を見るときには無意識的にもっと痩せて、もっと見える角度で立ち、手首や足首などの比較的細いパーツのみはピンポイントでしか見てないので、日常生活の中で客観的な真実を正しく認識できる機会はほとんどそれほど多くないはずです。ちょっとふっくらしているという自覚があっても、少し頑張ればすぐ戻るかは問題ないと思っていたり、服でうまくごまかしているから他の人は気づいてないと思っている女性に目を背けたくなるような醜い写真を見せれば、私はここまでひどくないと他人事としてスルーされてしまう。それどころか汚い、見たくないと嫌悪感を抱き、さっぱり響かないことになりかねません。さらりと軽く気づかせる。女性にはあくまで他人事として軽く思い出せるだけ重要です。私はそこまで深刻に悩んではいないという前提を崩さないまま、そういえば私もちょっぴり気になってたと共感できる側にとどめるのはちょうどいいさじかけ。本来の自分の世界を生きる女性にとって問題があるという感覚は長続きしません。決定的に自覚することがないことを前提にアプローチを続けたものも大切です。他の登場人物の設定は異なる。男性の主人公は実力を蓄えて理想を勝ち取っていく世界に住んでいるので、次々と現れる自然と攻略しながら常に前へと進み、より広い世界を目指すことが大前提。自分で一歩ずつ登らなければいけない階段が目の前にあるようなものです。冒険を共にする仲間たちもそれぞれが持つ戦闘力で戦いに貢献し、経験値を積んでレベルを上げていくことが求められています。女性の主人公はあくまで本来の自分に戻るだけ。そもそも目の前に自分が登らなければいけない階段があるという前提がありません。いくら自分でコツコツ努力してレベルアップを図ったとしても、今走っているレールの先に欲しい未来がないのです。正しい世界に戻る唯一の方法は、今の仮の姿に惑わされず、自分の本来あるべき真の姿をどれだけ強く信じられるかにかかっています。仲間たちは一緒に戦うというより、むしろ主人公の内面をサポートする役割になるため、ミスを連発して足を引っ張るような小動物でも良いのです。諦めきれない新しい自分、
プリンセスストーリーの女性主人公たちはほとんどの場合、現状にちょっとした不便さや束縛感を感じています。使用人のようにこき使われるシンデレラや海の世界で生きる人魚姫、塔の中に閉じ込められている ラプンツェルなどの主人公は、ふとした瞬間にどうしてこんな目に遭ってるんだろう、本来の私はもっと自由に生き生きと輝いているはずなのに、何かが違う、何かが足りないという漠然とした感覚を抱いているんです。どうしてそのような違和感や欠乏感を感じているのかは本人にもよくわからないまま、変わり映えしない退屈な毎日の中で小さな幸せを見つけ、なんとか空虚な気持ちをごまかして生活しています。女性が求めるのはこれまでと全く違う人生、一方で男性たちが目指している新しい自分はより現実的で獲得可能な未来です。自分が奮い立って努力し、運が味方をしてくれれば手に入れる可能性を感じられます。今の自分のままでは果てしない夢、終わってしまうかもしれませんけれど、何かのきっかけでスーパーマンに変身できるようになったならば、飛躍的に能力が向上した新しい自分が世界を救うことができるのではないか、そんなほのかな期待から始まるのは男性が主人公の物語なんです。女性の主人公にとっては今の自分にいくら新しい能力が備わったところで仮の姿のまま、次元の違う存在である本命の自分にはたどり着けません。ですから女性の主人公はこれまでの延長上もない別の自分を生きるために、過去の自分から解放され、自由になる飛躍的な出来事を経験することになります。プリンセス物語の本質はこれまで延長上ない本来の自分になって、自分らしい人生を生きたい、自由になりたいという独立解放の物語になります。女性にとって商品やサービスの購入、これまで延長上ない全く新しい人生を生きることを可能にしてくれる運命の出会いなのです。後変化を通すきっかけ、小さな幸せを見つけ、運命を受け入れて生活する以外選択肢など考える余地がない、そんな環境の中でたとえ漠然とした憧れや夢があっても叶うはずがない、この世界から出られないと打ち消し、これまで通り生活を続けようとする主人公の暮らしはお客様の毎日のを反映しています。けれど薄々こんなはずではないと気づいているにもかかわらず、いつまでもごまかし続けることはできません。ふとした瞬間にこれまでの常識を覆すような情報をキャッチして運命が変わる可能性を感じたり、冒険に誘われているような感覚が日々強くなっていたりするのです。とはいえ誰だって変化を起こすのは怖いもの、これまでの経験が通用しない全く新しい世界に飛び込めば危険がつきまといます。ですが何度もまさかそんなはずがないと新しい風を可能性を否定するのです。そんな主人公に漠然と感じた人生の主題をはっきりと認識させ、新しい生活へ足を踏み入れるきっかけを作ってくれる人こそ物語の鍵を握るキーパーソンです。キーパーソンの果たす役割が違う。男性が主人公の物語では主人公に使命を自覚させ、浸れそうなればしかりタイミングよく的確なアドバイスを与えて導く賢者やメンターと呼ばれる人々がキーパーソンに当たると言われています。変化に尻込みする気持ちを克服させ、日常生活から非日常な冒険へと送り出す役割を果たす人物が必要だからです。女性が主人公の物語では主人公を教え導く必要はほとんどありません。主人公自身が本来の自分に気づいてしまった以上、元に戻ろうとする力を押し止めることはできないからです。そのため決定的に本来の自分を自覚させ、過去のしがらみを断ち切ってくれる存在こそが物語の鍵を握ります。売り手やキーパーソンの役割を果たす。お客様は新しい自分を生きることができるように背中を押す役割を果たす必要があるのです。主人公を冒険の旅に送り出すきっかけになれるよう見せ方を変えていくのがポイントです。主人公を阻むときは誰か、男性が主人公の冒険物語がロールプレイングゲームを見ています。アイテムや仲間を集め、自分で研鑽を積んで力をつけ、レベルを上げてゴールを目指す物語の中で、主人公の行く手を阻む敵はこれから倒そうとする現存勢力からの先制攻撃かライバルからの妨害として現れます。目的地の途上に立ちはだかる困難を乗り越える中で強くなり、自分の手で理想の未来を獲得していくのです。女性が主人公の物語を受ける敵はこれまで暮らしてきた世界からの追手として登場します。本来の自分がいるべき新しい世界に旅立とうとする主人公を あらゆる手段を使って引き止め、これまでの世界に押し戻そうとする存在こそが敵に当たるのです。たまたま今置かれている場所がおかしいからうまくいかないだけではないですから、自分の力が足りないせいではありません。つまり男性のように試練の中で鍛えられ、これまでとは全く別の存在になる必要がありません。自分で苦労してレベル上げるという発想自体が存在しないのです。よって男性が主人公の物語は新しい自分
が手に入ることが問題なのに対して、女性が主人公の物語ではこれまでの自分を捨てられるかがより強く問われます。それぞれの物語が必要とする仲間とは、男性が主人公の物語における仲間とは良きライバルであり、旅の目的を果たすために協力し合う同士です。目的地に向かう途中で次々に現れる敵と戦い、ゴールに向かって駒を進めていくためには共に働き結果を出すことが求められます。女性が主人公の物語はそれほど強固な仲間を必要としないことがほとんどです。女性たちの物語は本来の自分に戻る旅に過ぎず、これまでにない何かを新規に得る必要はありません。過去のしがらみから全力で逃げる物語の主人公である女性たちにとって、冒険とは制約の多い古い世界で保護されながら生きていることを捨て、新しい力で新しい人生を選ぶことに他ならないのです。周囲の評価は同期な男性。男性の言う場合にはモテたい、勝ちたいといった客観的な評価や社会的な承認に結びついた欲求に訴えると響きやすくなります。私らしさを重視する女性。多くの女性は他者からの評価より客観的な満足を求めています。私らしさに重きを置く女性たちは、他人にどう思われるかにつながる話をするより、いかに自分が満足できるかを訴えた方が圧倒的によく売れます。関心の方向性やコミュニケーション法を決める。極論言えば、他の人とコミュニケーションを取っている時でさえ女性の興味や関心は自分の内側に向いているのです。女性同士の会話、わかるわかる、そうだよねという共感がベースにあるだけでなく、共感する側とされる側がどんどん切り替わっていくため、そばで聞いている男性にそれぞれが話していることを言って、どうして会話成り立っているのかわからないと思われがちです。けれど女性たちの会話は他の人の経験の中から自分に役立つ情報を収集するためにあると考えれば、どうしてママ友や職場の同僚やご近所付き合いがあれほど深刻な問題になるかわかるのではないでしょうか。失敗すれば偽情報をつかませる可能性もある中で、スムーズに自分に役立つ情報を収集するには下手に意見を阻まず、相手に気分よく話し続けてもらった方が得策です。単に承認し続けながら聞くと意味があるのです。問題解決のためには何よりも話し切ることが重要であり、話を腰を折る提案はかえって問題解決の邪魔になったという感覚は多くの女性は共感するところでしょう。早い話が女性たちは自分自身の感情を語っているに過ぎないです。感情の話を進める際に客観的な事実は無関係、そのため事実ベースの承認は求めておらず、単に聞いてもらうことが解決につながります。男性と女性とで五感の意味は異なる。多くの男性は自分を客観視し比較検討する中で状況を正確に把握するのが得意ですから、相手の問題を把握し解決しようという視点でコミュニケーションを取る傾向があります。現状の問題点を指摘する中で共感を示しレベルアップの方法を提示するコミュニケーション。女性は欠点に目を向けるコミュニケーションに慣れていません。ちょっとした指摘でも人格が否定されたように感じてしまわないため別の見せ方が適切なことが多いのです。自分にフォーカスがある女性のつの共感とは、現状を認識し合うことを指します。行く先の不幸を心配しながちな女性たちはこのまま進んで大丈夫だと安心することで、かえって積極的に取り込む勇気を湧いてきます。ですからまずは自分の基準や価値観を阻まず、あなたは間違ってないというメッセージを与えることが重要です。女性にとって買い物は究極的には自分に自信を持つために手段にすぎません。女性にはモテ要素は不要。男性たちの多くはモテることや抜きに出ることを、つまり物理的に何かを獲得するために行動します。多くの女性たちは心からの満足に浸り、いかに自分を感じることができるかという極めて主観的な目的を追求しているため、そこに他者の存在はありません。女性たちが美容にお金や時間をかけるのはあくまで自分のため、もっと自分らしく自信が持てるようになるという自分の内側に向かう欲求に訴える方がしっくりくるのです。モテの定義は違う。男性にとってのモテはいかに女性という他人にモテるかという意味で使われるのに対し、女性にとってはあくまで自己満足としてのモテを目指すさせているに過ぎないことは、ネイルアートがあれほど流行ったことからも説明できます。女性たちはスコアアップにこだわらない。男性にとって勝ち負けという客観的な評価値が必須ですが、必ずしも他の人との評価の中で勝利である必要はありません。昨日の自分に勝つでもいいのです。多くの女性はスコアアップ自体に魅力を感じることはほとんどありません。女性にとっての行動とは、他の人からの競争を求めて同性間で競うためのものではないからです。出産後でもスタイルをキープしている綺麗なママを見て、忙しいのに自分に手をかけてちゃんとしてて偉いな。
私ももうちょっと頑張らなくちゃという感想を抱くのですから、優劣をチェックしているわけではなく、あくまで自分に引きつけて見ているのです。魔法との偶然の愛を求めている。休日のショッピングセンターやデパートのソファーコーナーにはスマートフォンの方でイライラと女性が売り場から戻ってくるのを待つ男性たちの姿がたくさん。一方でツアー旅行に男性と一緒に参加した女性たちは気概なく買い物できる女性同士のグループを羨ましがる場面がよくありますから、この買い物の仕方の違いはたまたま性格の不一致というわけでもなさそうです。この購買行動の違いは男性と女性で買い物に求めているものは全く異なることに起因します。男性にとってはしっかり吟味して在庫物を手に入れることが買い物ですが、女性にとっては何気なく見て回る途中でばったりと運命の商品に出会うことこそが買い物の醍醐味。ブラブラウィンドウショッピングできないようでは究極の魔法との出会いをみすみす見逃しかねません。たとえ幼稚園がなくてもいつでも可能性を探してもらうことは必須条項なのです。戦士と姫の立場が購買プロセスにも影響する。戦士は旅の途中の市場や宿で見知らぬ人から必要なものを購入します。騙されないようによく比較検討して選ぶ必要がありますし、無駄な時間を使って余分なものまで目移りするような買い物は戦いの効率が悪くなるので厳禁です。お姫様の買い物では信頼を受ける出入りの商人が厳選した品物を持ってお島まで辿り着くのは普通です。自分で怪しい市場に出かけて行って選ぶわけではありませんし、基本的に時間もたっぷりかけられます。コストパフォーマンスを求めたり予算を気にする必要はありません。むしろ偶然の出会いを楽しむ余裕があってこそ買い物は本来の満足感を得られるのですから、置かれている状況が全く違っています。消費者が商品やサービスを認知してから購入に至るまでの一般的な行動パターンを説明するものとして挨拶と呼ばれる購買行動プロセスが有名です。消費者はまず最初にテレビ CM や雑誌などから商品の存在を認知して興味関心を示すと、常に情報をネットで検索した上で購買行動をし、さらにその経験をソーシャルメディアで共有するという、インターネットが普及した現代特有の購買までの一連の流れを説明したモデルとして知られています。けれど男性にはぴったり当てはまるプロセスは残念ながら女性たちに当てはまらないことが多々あります。実際の購買行動を観察していると、多くの女性たちは全く他と比較しないまま購入を決めており、男性にとっては当然の前提ともいえる検索という比較検討の手順がなぜかすっぽりと抜け落ちているのです。購入とは決定かを試しか。男性はまず買うかどうかを慎重に検討した上で、買うとなればベストなものを手に入れようと考えな普通です。細部にわたって比較し、自分買うべき対象を一つに絞り込んだ上で、最も安く手に入れる方法を探しに行くのです。この商品をこの店で買うとほぼ決めた状態のは当たり前。比較検討のプレスを経ない衝動買いをするなどめったにありません。女性にとっての購入とはとりあえず試してみたいと思っただけであって、必ずしも決定ではありません。そのために女性の買い物は男性の買い物よりずっと気軽で、競合商品の比較検討がほとんど来らないことが特徴です。男性が信用するのは実質的な中身。多くの男性はイメージを実質と重視し、加点法で判断していきます。一つずつ証拠が積み上がるほど確かにこれなら信用できると購入に近づき、逆に信じるに値する客観的な証拠を揃わなければ、中身の問わない営業トークに騙されるわけにはいきません。つまり競合優位性を示す証拠はしっかりと揃っていて、理論的に納得できる説明であれば、売り手はとつとつと話す不愛想な店主でも構わないのです。女性が信用するのは共感できるイメージ。女性にとって商品の品質やサポート体制が前提条件だということです。お城の出入り商人が一度でも怪しげな商品を持ってきていたとしたら、即刻で禁止になるはずですから、生まれながらのお姫さんにとっては基本的に売り手を信用している状態にあるのは当然です。そのため女性の買い物にとって必要な証拠は、最初に良さそうという直感が間違っていないという消極的な信用で十分。品質を証明するデータを揃えることまでは求められていません。多くの場合第一印象から減点法で考えることになりますから、うっかりあれ何か違うかもという違和感が重なってしまわないように、分かりやすく一貫性を持って伝えることが大切です。男性は客観的に比較する。男性にとって価値が高い情報とは、売り手や書き手の主観が入っていない客観的な情報です。自分でしっかり吟味して決めたい男性にとっては、イメージや主観的な情報は比較検討の邪魔になります。冷静に客観的な情報だけを探しながら丁寧に読み進めていくことを求めます。
女性は五感で感じる。女性たちは客観情報にあまり意味を感じず、主観的な感覚を重視する傾向を強くあります。ホームページやチラシの文章を読む場合、まずはざっと見出しや写真を見渡して、スーとかたっぷりといった擬音語や擬態語に重点を置いて読んでいきます。情報を客観的に見るよりも感情を込めて共感して読む傾向があります。ですから感情移入しない情報にはあまり興味がない人が多いのです。このように男性と女性の脳の構造が違うので、こちらの本はぜひとも読んで相手を理解してください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。